今回まずテーマが、ナイツドリーム、まず今回あのインスパイアされたのがあの皆さん結構有名な童話作家でアンデルセン、アンデルセンの作品に、絵のない絵本っていう、まあ、それもあって今回の演出も本だなっていうのがあるんですけど、それがあのアンデルセンの作品の中では珍しく、短編集に33話の短編集になっていて、月がまあ夜な夜な、世界を旅したことをいろいろこういろんな旅をしたことを話して勇気づけるみたいなアンデルセン的な本当にこう童話小説、童話短編集なんですけど、まあ、そこから、僕の方がインスパイアされたのがなんかこう一つちょっと夜の世界っていうのを、テーマとして打ち出してあって、今回があの、まあコンフォートモダンということで、まあ、本当にこう着心地のいい、洋服をちょっと、まあ現代風にモダンに仕上げたというのが今回のスタイルになります。前半は、まあ、皆さん見ての通りあのルームウェアですね。ルームウェアの中、まあ、そこにちょっとモダンさも入れてるんですけど、前半は、ルームウェアスタイルで、後半はそのさっき言ったコンフォート、まあ、着心地のいい洋服に、旅で着れそうなそういったこうアイテムをミックスするっていう、そこを若に言うとこう2つのスタイルであの今回提案しました。前半はやっぱりこう北欧 の, その夜のイメージでちょっとダークカラーで前半まとめてって、そこからこう旅をイメージするような、まあ、中はリラックスした洋服、外はちょっと、重いこうコートとか、まあ、そういったこう、ちょっとモダンな旅スタイルっていうのが打ち出すことができたかなという感じですね。